皆さんこんにちは、ハサミ町非公式チャンネルの鶴和です。今日の企画はこちら、エクストリームハサミシリーズということでやってみたいと思います。今年の7月21日にハサミ町歴史文化交流館ハサミミュージアムという建物が開館するんですが、今回はそれを記念してハサミの歴史はどういったものだったのかというのを勝手に解説していこうと思います。ハサミの歴史なんですが、実はとっても覚えやすいんです。16世紀にハサミ出身のキリシタン原マルチノが天正遣欧使に抜擢されます。彼が活躍するのが戦国時代なんですね。そしてハサミは焼き物の町です。ハサミで焼き物が焼き始められるのと江戸時代が始まるのはほぼ一緒なんですね。そして明治時代、近代化の時代が訪れるとハサミではなんと金山が発見されます。この大きな出来事を軸に4つに分けて考えるとハサミの歴史はとても理解がしやすいんです。それでは1つ目の黎明期から見ていきましょう。ハサミで最も古い出土品というのは約1万年前、黒曜石でできたナイフ型石器が町内のいろんなところで見つかります。文字に残っている一番古い記録となりますと、だいたい3世紀から4世紀頃、浮穴の里という集落がハサミのあたりにありまして、浮穴は姫というリーダーが治めていたとされます。姫ということは女性リーダーだったんですね。ハサミにも卑弥呼みたいな人がいたのかもしれません。8世紀頃になると東禅寺などの寺院や神社が建ち始めます。しかしその頃になってもまだまだハサミという名前は出てこないんですね。ハサミという名前が一番最初に出てくるのは1301年鎌倉時代です。武士団の中にハサミ氏という人の名前が登場します。ハサミが地名として現れるのは南北朝時代になってから。実はこの名前の由来というのはまだ詳しく分かっていないんです。戦国時代になりますとハサミはキリシタン大名大村住忠の領地に入ります。そこでとても優秀だった原丸知能という少年が天正遣欧使に抜擢されるんです。他の中浦ジュリアン、伊藤万象、千々和ミゲル、この3人と一緒にヨーロッパに行くんですが、なんと彼らはヨーロッパに行って帰ってきた初めての日本人となるんです。その中にハサミ出身の少年がいたんですね。彼らはヨーロッパに渡って当時絶大な権力を持っていたフェリペ2世やローマ教皇のグレゴリウス13世に謁見を果たします。そしてヨーロッパ世界のありとあらゆるものを見て、もちろん日本にたくさんのものを持って帰るんですね。その中で特に重要だったものが活版印刷機です。日本人による初めての活版印刷というのはマルチノがインドのゴアというところで行った演説の内容だったと言われています。このようにして日本に帰ってくるんですが、彼らが帰ってくる時の日本というのは出発していった時よりも大きく状況が変わっていました。1587年に禁教令が出されまして、キリシタンは邪宗として排斥されてしまいます。マルチノも例外ではなくマカオに追放されるんですが、その時も活版印刷機は大事に持っていったと言われています。さて戦国時代も終わりに近づきまして、1590年頃、唐津を中心とする肥前の国では陶器の生産が始まります。土を焼いて固めた器のことですね。時を同じくしてハサミでも陶器の生産が始まります。そしてこの器の生産を加速させる出来事が起こります。それが文禄慶長の役です。豊臣秀吉が朝鮮出兵をしまして、各地の大名たちは朝鮮半島の陶磁器の技術を持った陶工たちを連れて帰ってきます。
ハサミにも李有桂という陶工が帰化をしまして磁器の生産に大きく貢献したと言われています。しかしこの李有桂という人物、実在したかどうかはまだ確認できていないんです。当時焼き物は相当儲かるわけですから、大名たちは作れというふうになるわけですね。しかしこの頃は磁器を作っていたんですが、磁器となると陶石という特別な白い石が必要なんですね。しかしこの陶石、そういった鉱脈がないと存在しないので、すぐに見つけることはできないんです。陶工たちは来る日も来る日も陶石を探したことだろうと思うんですけれども、ある日見つけるんですね。今の三ツ俣というところに川が流れているんですけれども、その川底を見た時に川底が真っ白だったんです。要はそれが陶石だったんですね。これを見つけたことによって陶工たちは三ツ俣に移り、安定的な磁器の生産ができるようになります。17世紀の中頃になると、中国である事件が起こります。李自成の乱という農民反乱が起きるんですね。なぜこれがハサミの歴史に影響を与えたんでしょうか。実はこの李自成の乱、とっても大きな反乱だったんです。それによって中国各地の焼き物の窯が壊されてしまうんです。挙句の果てに中国は鎖国をしてしまいました。当時東インド会社をはじめとするたくさんの貿易商人たちが中国の焼き物を運んでいたんです。中国が鎖国をすることになると貿易商人たちは大変困ったと思います。中国が鎖国したらしいよ、どうする、焼き物手に入らないじゃんってなったと思うんですね。そこで白羽の矢が立ったのが肥前の焼き物だったんです。これをきっかけにしてハサミにも海外からの受注がたくさん入ることになり、ハサミでは海外輸出の時代に入ります。それも40年ぐらい経ちますと中国の内乱が収まってきて、海外からの受注というのは減っていきます。ちょうどその頃、日本では元禄年間という時代が訪れます。経済や流通がとても発達した時代です。流通の中心地であった大阪の淀川ではですね、船の上で器にお酒やお米を持って売る商売っていうのがとても繁盛していたんですね。この時に酒蔵わんか飯蔵わんかと言いながら売っていたので、この時使っていた器を蔵わんか茶碗と言います。当時上流階級の人からたくさんの文化が降りてきていたので、お酒やお米などの贅沢品を庶民もたしなむことができるようになっていたんです。すると必要になってくる器の量はどんどん増えていきます。そうすると作れば売れるわけですから、また作れというふうになるわけですね。この時にハサミの人々はものすごい勢いで器を作りました。どれぐらいすごかったかというデータがこちらにあります。これは世界の登り窯の長さのランキングを表したものになります。いいですか、世界のです。この中にハサミの窯があるんですね。皆さん何位だと思いますか。実は1位、2位、3位、全て独占してるんです。この大量生産の結果、全国の江戸時代の遺跡からはほぼ確実にハサミ焼きが出土するんです。そしてこの時の大量生産は焼き物業界全体にも影響を及ぼします。どういうことかというと、焼き物の量が増えたことによって磁器の一つ一つの値段が下がり、庶民でも磁器を買えるようになったんです。時代は下りまして1820年代、日本のお酒や醤油をヨーロッパに輸出するためにコンプラ瓶という磁器の容器が作られます。あの文豪のトルストイもハサミ焼きのコンプラ瓶を一輪挿しとして使っていたそうです。さて時代は明治時代に入ります。近代化の時代です。
ハサミではなんと金山が発見されます。この金山、日本の後の歴史に大きな影響を与えるんですね。どういうことかと言いますと、金山が発見された後に日露戦争が始まります。戦争にはたくさんのお金がかかるんですが、当時その戦費を日本政府は外国からの借金に頼っていたんです。このお金を借りる際に金山が有能な交渉材料になったと言われています。何があってもこれだけの金は返せますよという信用がないと外国はお金を貸してくれません。当時日本政府はカツカツの状態で戦っていましたから、日露戦争の勝利にハサミの金山が大きな影響を与えたと言われています。さて、時代は昭和に入りまして、ハサミではハサミ陶器祭りが開催されます。バブル時代に入ってもその生産の勢いは衰えません。しかし1996年、ある出来事が起こります。かねてから野球の強豪校であったハサミ高校が甲子園に出場するんです。この時に日本全国の人がこう思ったそうです。これなんて読むんだろう。ハサミは当時知名度がなかったんです。なぜこれほどまでにたくさんの焼き物を生産しておきながら知名度が上がらなかったか、そこには深い事情があります。ハサミの隣には有田町という町があります。言わずと知れた有田焼の名産地です。有田には駅があります。ハサミには鉄道の駅がありません。ハサミで作られて有田焼から出荷されたハサミ焼は有田焼として全国に出荷されていったんです。その状況が一変する出来事が2002年に起こります。牛肉産地偽装問題です。この事件をきっかけに、あらゆる製品は産地を正確に記載しなければならないということになりました。販売経路の多くを有田に頼っていたわけですから、ハサミの人たちは困ったと思います。どうしようと考えた結果、一つの答えを出しました。それがハサミ焼きをハサミ焼きとして売り出すことだったんです。これは簡単なことではなかったと思います。ハサミ焼きの価値や特徴を一から考え直して見つめ直した結果、今の新しいハサミ焼きができたんです。そして令和に入りまして2020年、新型コロナウイルスの影響で60年以上続いてきた陶器祭りが2度の延期に追い込まれます。しかしこうやって歴史を振り返ってみると、ハサミの人々はその時々の時代に合わせて思いや産業を守り抜いてきたということがわかるんですね。ハサミの歴史がこれからも明るいことを願っています。今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。